乃木坂46久保詩織、私が作ってきたら変ですか？手作りバレンタインの決意を語る。2月7日水曜日深夜、乃木坂46で3期生の久保詩織がパーソナリティを務めるラジオ番組、乃木坂46のオールナイトニッポン、日本放送、毎週水曜25時から27時が生放送。乃木坂46に加入以降してこなかったというバレンタイン用のお菓子作りに初挑戦すると宣言した。バレンタインまであと1週間。私はバレンタイン作らないんですよ。だけど今年は作ろうかなって心境の変化がありました。最近は自炊をちゃんとしているし、パン作りも去年始めたから次はお菓子じゃない？と思いまして。あと、幼い時の夢はパティシエだったので、実家ではお菓子作りをよくしていたんです。イベントごとや家族の誕生日は全部私がケーキを作っていたし、バレンタインもちゃんと作っていたから、今年はバレンタイン作ろうかな、なんて。私が作ってきたら変ですか？スタッフさんに作ってきました。みたいな格好笑い。お菓子ってちょっと作りができないから一回でいっぱい作れちゃうじゃないですか。だから食べきれないので食べてくださいぐらいのテンションで持ってきます。いや、でもちょっと恥ずかしい。どうしよう。作りすぎて余っちゃったって渡せばいいですかね。好きな子にチョコをあげようか悩んでる女の子の気持ち、今、初めてわかった。どうやって渡そう？迷惑じゃないかな？気持ち悪いかな？何作ろう？って、ただ、この、オールナイトニッポンのスタッフさんに渡すだけなんですけどね、かっこ笑い。番組スタッフたちへ渡す義理チョコを、渡したいけれど照れる、でもやっぱり渡したい。と自問自答していた久保。ところがこの後、17歳の学生リスナーからバレンタインに私から告白するつもりです。久保さん、一緒に頑張りましょうという内容のメールが届くと、久保がハイテンションで、ちょっと、どうしよう、頑張れ、と応援。学生リスナーに勇気をもらった様子で、久保は一緒に頑張りましょうって、そうしたら私もオールナイトニッポンのスタッフさんに何か作ろうと思いました。おかげで決心できたから私も一緒に頑張ります。本当にありがとうと感謝を伝え、迷いはすっかり吹き飛んだ様子であった。